皆さんこんにちは。今回は無料オーダーがアップデートできたので、ちょっとラインナップを見ていこうかと思います。でこれから始める人とか、リセマラでなんか狙った方が良さそうなスキルとかあれば、ちょっとそれを見ていこうかと思います。で無料オーダーでリセマラする場合ってめちゃくちゃ大変で、もうこれでやるんだったらものすごい労力がかかるんで、これで中途半端なスキル狙うくらいだったら、もう一番最初に250ジェムで引けるスタートダッシュオーダーでいいスキルを狙った方がいいです、リセマラやるなら。でオーダー俺まとめたので、これでちょっと見ていこうかと思うんですけど、まず先にこの星音確定の11連無料オーダーから見ていきます。この星音確定無料オーダーは、これ開催期間ってお知らせ見るとあるんですけど、これ見ての通り7日ごとにこれ開催日が分けられてるんですけど、これ毎週この星音確定無料が引けるようになっていて、でこれ丸13まであると思うんですけど、これ13回ですかね、星音確定が引けるので、13回かな星音がもらえるということで、ちょっと見ていくと、まあ、ここら辺の初期モッドですね、ここら辺は全然当たるといいねって感じのものなんですけど、まあ、この初期の直剣モッドもあんまりなんか効果がちょっと微妙なんで、これ狙うっていうのはちょっと中途半端なんで、まあ、これ狙うくらいだったら、まだスタートダッシュオーダーで突き進む英雄キリトっていう初期覚醒キリトってやつ、それが直剣モッド使う場合になんか周回がかなり便利になるやつなので、掲示板のブラッケン、40層フラボスの掲示板とかやるときにすぐスイッチが打てるようになるやつなので、覚醒かつスイッチゲージ増加量が多いやつなんですよ。まあ、あとはこれですね、絶剣技の継承アスナ、これが、まあ、マザーズロザリオってやつで、これ突属性オンリーなんですけど、かなりいいダメージが出せるので、まあ、最近出た85層フロアボスは、まあ、自然属性耐性って言って、残突打以外の属性を自然属性って言うんですけど、火とか水とか。で、そういう属性の耐性があるんですけど、このマザーズロザリオは、これ突属性のみだから、自然属性耐性がね、気にならないということで、かなりいいスキルで。ただやっぱり俺これ見てて今すげえ一番いいなって思ったのが、これ星音確定の無料オーダーなのにもかかわらず、この夜空に咲く青バラキリトっていう最強スキルですね、もう現環境最強と言っていいレベルのスキルなんですけど、これが星音確定の無料オーダーで狙えるっていうのが大きいなと思いました。まあ後でランキング気が向いたら作ろうと思うんですけど、とりあえずこの動画ではいいスキルだなって思ったやつを紹介していこうかと思います。まあ、ここら辺の砕けぬ石ユイから突き進む英雄キリトまで、まあ、さっき言ったその突き進む英雄キリトってやつですね、ここら辺はもうスタートダッシュオーダーに入ってるので、この無料オーダーで狙うくらいだったらスタートダッシュオーダーで狙うっていう感じになると思います。あ、この星音確定無料オーダーにありますね、眼帯アリスってやつ、これマジで強くてかなり有名なスキルですね。初心者がフロアボス周回まずする上でかなりいいスキルで、直剣モッドっていうのを2枚持ちできるんですよ。直剣モッドっていうのがあると、その初心者でも高いダメージが出しやすくて、でその直剣モッドを2枚持ちできるっていうのがすごく良くて、まあ、詳しくはその直剣モッドについて解説した記事を動画説明欄に貼っておくので、リンクを貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。あとは前回も入ってたかな、このクールウィッチシノンってやつ、クールウィッチシノンっていうのも防御力が上がるやつで、さっき言ったその直剣モッドっていうのが強いんですけど、その直剣モッドっていうのが防御力が高いほど強いので、まあ、このクールウィッチシノンっていうのが強くて、まあ、でもリセマラで狙うんだったらやっぱり覚醒のパワーライズ、さっき言った夜空に咲く青バラキリトだと思うんですけど、あ、天職の務めユージオもありますけど、これはまあリセマラで狙うんだったらちょっと微妙ですね。どうせなら作詞のアクスアルゴっていうのがあれば、まあ、有名な作詞アルゴってやつなんですけど、それを狙う方がいいんですよね。あ、忠義の盾キズメルありますね、これ盾傷ってやつで有名なスキルです。まあ、盾傷については忠義の盾キズメルについて解説したこの記事があるので、動画説明欄とかにリンク貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。あとは義の鉄槌小春ありますね、これは刻印デバフっていう効果を持つスキルで、俺も持ってるんですけど、これもまあいいスキルではあるけど、わざわざ狙うんだったらもっと他の狙うやつあるかなっていう感じはしますけど、まあ、ここで当たってもなんか十分いいかなっていう感じはしますけど、 ありますね、作詞アルゴ、これも動画説明欄にリンク貼っておきます。
これがかなり狙いにくくて、でもすごくいいスキルなので、リセマラで引けるとすごくいいですね。まあ、無料オーダーのリセマラめちゃくちゃ大変なんですよ、スタートダッシュオーダーのリセマラに比べると。だから相当な覚悟が必要なんですけど、まあ、本当に最強を目指すんだったら、まあ、この無料オーダーでなんとかリセマラで引くのがまあ一番いいっていうのはあるんですけどね。もうかなりきついと思いますけど、一応これもあるんですね。キモノリーファって言って、その作詞アルゴってさっき言ったと思うんですけど、クリティカル発生率がめちゃくちゃ高くなるやつで、まあ、それと同じこの外周一色4バフっていう効果があるので、まあ、これ引いてもまあいい気はするけど、正直ちょっと中途半端な感じがしますね。やっぱ作詞アルゴみたいなバフスキルを狙うのがいいんですよね、やっぱり。あ、さっき見たのは確定枠じゃなくて普通の排出キャラ一覧だったんですけど、こっち忠義の盾キズメル確定枠にもありますね。ちゃんと作詞アルゴも確定枠にあります。だいたいそれくらいですね、あの星4確定無料オーダーだと。夜空に咲く青バラキリトと盾キズと作詞アルゴのどれかですね、狙うとしたら。まあ、こういう覚醒パワーライズって最近オーダーでちょこちょこ来てるんで、狙いにくいのは作詞アルゴと盾傷なので、で盾傷よりやっぱ作詞アルゴのが欲しいと思うんですよね。まあ、盾傷とか刻印とか前にその直剣モッドのランキングみたいな動画作ったんですけど、まあ、それ入るかどうかっていうのをランキングの選定基準にしたんですけど、まあ、強い人が言ってたんですけど、まあ、盾傷乗るとか刻印乗るとか別にそんな考えなくていいみたいなことを言ってたんですけど、まあ、星4確定の無料オーダーだと大体その3つですね。次こっちちょっと見ていきます。こっちは確定枠がないけど1日1回引けるやつですね。あ、シトロンナイトアリスありますね、1日1回無料オーダー。まあでもこのオーダー1日1回しか引けないんで、11連とか引けるわけじゃないんで狙いにくいんですよ、かなり。まあ一応ちょっと見ていきますけど、あ、こういうのありますね、バイテスレディ勇気。まあこれパワーライズなんですけど覚醒ではないので、ちょっと使う場面が限られるかもしれないですね。あ、タイニーチーパーを小春ありますね。タイニーチーパーを小春もかなりいいスキルで、まあリセマラで狙うかっていうと、ちょっとなんて言えばいいんだろう、微妙ですね。あ、これ全部 0.008% って書いてある。あ、一応直剣モッド入ってるけど、これは微妙ですね。残土属性なので。あ、試し切り一戦キリト入ってます。一日一回無料の方にこれ入ってるんだ。これも一応覚醒のパワーライズで、さっき言った青バラキリトの方は、ダークコンバージョンって言って闇属性ダメージが上がるやつなんですけど、まあ、こっちはシャインコンバージョンって言って、聖属性ダメージが上がる代わりに闇属性ダメージが低下するやつで。まあ、効果がちょっと正反対な部分があると。あ、遊戯士のあるんだ。一応1日1回無料でこれが出る可能性があるんですね、一応は。あとハート狙い撃ちアスナがクリティカル発生率 300% 上昇の追加効果があるので、モッドに装着したり、モッドスキルってやつですね。あ、応援エギルもあります。これかなり、まあ、カオス175っていうやつで使えるんですけど、カオス凍滅戦っていう高難易度ダンジョンがあって、それに使えるんですけど、まあ、リセマラで合ってるかどうかっていうとちょっと微妙ですね。すんごい強いんですけど。あとはピエロエギル、クールジャグリングエギルってやつ。これもパワーライズで覚醒なのですごくいいスキルですね。まあ、リセマラっていうと、まあ、さっき言ったその星4確定無料オーダーとこの1日1回を引いて、でなんかその中でいいの出るかどうか見てから、いいの出なかったらリセットしてっていうのを繰り返して、まあリセマラする感じだと思うんで、まあどっちかでなんかいいの出たら、まあストップでいいと思うんですけど、あとディライトドリンク勇気っていうのも、これ直剣モッドって言ってかなりいいので、まあこれでもいいかな？あの直剣モッド出てもいい気はしますね、もう。理想を言えば、まあ覚醒パワーライズか、作詞アルゴか、まあそこら辺だと思うんですけど、あと俺これめっちゃ欲しいんですけど、このボヘミアンペイントアルゴってやつ。俺持ってないんですよね。これもリセマラで狙うかっていうと微妙で、まあ、これもいいスキルなんですけど、リセマラで狙うかっていうと、まあ、ほんとちょっと微妙。これは覚醒パワーライズ、キュートな狼娘アスナってやつ。これはいいんですけど、これも1日1回の方にあるんですね。あ、夜空バラありますね、1日1回の方に。青バラキリト。あとは悠久の花アスナ。これもいいですけど、リセマラで狙うかというと微妙。あ、一日一回の方にこれもありますね。キモノリーファってやつ。
あとトレジャーハンターフィリア、これもかなりいいスキルですけど、まあ、覚醒でかつ刻印なのですごくいいスキルで、やはりスタートダッシュオーダーに入ってるやつこっちにもありますね。あ、ガンタイアリスもこっちにありますね。あ、そうだ、その覚醒パワーライズかサクシアルゴかって言ったんですけど、そう、ガンタイアリスもちょっと候補かなって思います。クールウィッチシノンもあるし、縦傷もやっぱありますね、1日1回の方に。あ、やっぱこれもあるんだ、義の鉄槌小春、刻印のスキル。あ、サクシアルゴありますね、こっちにも。大体あるんだな。星4確定無料の方にあったやつ、こっちにもあるのかな、全部。よくわからんけど、全部ではないのかな。でも大体その強い有名スキルみたいなのは、こっちにも入ってる感じしますね。まあいろいろ見てったけど、まあ1日1回無料で、1日1回しか引けないから、これでリセマラするっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、狙うなら、まあ、この遊戯シノンってやつもいいんですけど、これシノン3枚以上装備時っていう条件があるんで、ただあれば強い。この遊戯シノンとこの試し切り一戦切りと、あ、これあるんだ、冷静なる射手シノン、これも十分強いんですけど、初心者がリセマラで狙うとなると微妙。遊戯シノン試し切り一戦切りと、クールジャグリングエギル、ディライトドリンク勇気、キュートな狼娘アスナ、夜空に咲く青バラキリト、決意の騎士アリス、忠義の盾キズメル、作詞のアクスアルゴ。だいたいそれくらいですね、1日1回無料で狙うとしたら。ただこれで狙うのはマジできついと思います。こっちですね、狙うとしたら。だから夜空に咲く青バラキリとか、サクシアルゴか、ガンタイアリスをこっちで狙うのが一番いいんじゃないかと思います。出なければスタートダッシュオーダーですね。まあ、こっちは YouTube なので、まあ、細かいやつもしやるとしたら、この攻略サイトの方に書いていくので、細かくは。とりあえず動画では大体こういういいスキルがあるよっていうのが分かればって思ってちょっとやってみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。